こんにちは、月刊ジャイアンツ YAE を務めております大西陸です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日大西さんに新しくなった東京ドームのジャイアンツのグッズショップを見ていただきたいなと思ってます。めちゃめちゃ楽しみですやばいです。球団公式 YouTube 初出演だと思うんですけど、はい、いかがですか？めちゃめちゃ緊張してますもうやばいです今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。印象がだいぶ違って、でもすごいおしゃれですよね、全体的に、はい、本当にアパレルのショップみたいな感じで興奮しますよファンなんで幸せです今こんな感じで。なんかユニフォームとかは子供の時は誰のユニフォーム着てたとかあるんですか？自分ずっと田内選手が好きだったんですよ。ほーで、ユニフォームじゃなくて T シャツみたいなのがあったんですよ、はい、ちょうどそこら辺にあるユニフォーム T シャツ、ね、T シャツ、ね、はい、ので、めちゃめちゃしかもサイズもでっかいのしかなくて、もうちっちゃいのこんぐらいだったんですよ、丈がずっと膝くらいの丈の寺西選手にユニフォーム T シャツ着てて家とかで、めちゃめちゃかっこいい。自分が普段着てるユニフォームってこうやって作られてんだなみたいな。めちゃめちゃ細かいですよ。ありがとうございます。シンプルに88っていう数字が好きだったんですよ、ちっちゃい時から。もう縁起もいいじゃないですか、はいはい、広がりもいいのに感じて、なんでこれで完成ですか、はい、自分で作っちゃった嬉しい。めちゃめちゃいいです。嬉しいです。名前入ってるのユニフォーム自分で着てるの、もう幸せでしかないです。なのでこの後いろんな店舗でちょっといろいろ揃えていただいて、このスタイルで観戦しますっていうのを教えていただきたいなと思います。はい、早速回っていきましょう、はい、お願いします。お願いします。あちらがここですね、はい、三浦。ではこの中でちょっと今の格好に合うキャップを、はい、すごいですね、ずらっと好きなものしよう。一旦見て、はい、こういうタイプもすごいシンプルで可愛いと思う。可愛いですね。これはあの誰か選手のキャップなんですけど、わかりますか？星川選手。正解。YN って言う。さすがです。かっこいいですね。どっちにしようかな。このままかぶります。似合ってます。これもいいんですよ、めちゃめちゃ。はい、悩まされる。どっちにしようかな。どっちにしようかな。今かぶってる方で、この後は、はい、じゃあ帽子ゲットということで。ありがとうございます。吉川尚輝選手、どういうところが好きですか？やっぱり結構リードオフマンって感じで、足も速く、バッティングも良く、で守備もめちゃめちゃいい。今年からサブキャプテン、めちゃめちゃ応援してます。実はあそこにももう一店舗できてましたよ、プレミアム。はい、あれは
これはどういった行ってみていいですか、はい、高級感がすごい、もう全然さっきのオフィシャルスト全然あんまりそことはまた雰囲気がちょっと変わってすごいですね、うん、ちょっとどういうお店かちょっと担当の方にお願いします。コンセプトは、まあ、実際に選手が着ている、プレイヤーコレクターです。選手仕様のユニフォームとか、選手が実際に着ている同時に着ているのユニフォームを取り扱いしております。はい、そうですね、やっぱり本当に選手に全然サイズが、トリス選手めちゃめちゃでかいもう WBC でも大活躍いや、すごいですね、ピッチャーやっぱ丈すごい長いですね。そうですね、ワンピースこれ1枚で歩いてもまあおかしくないよねみたいなサイズ感になっちゃう野手の選手は、野手選手は袖だったりとか、あと前のボタンが開くか開かないとかあるんですけど、あ、そういうのもある。目標は、皆さん2個ぐらいしか開かなくて、へぇ、ただ、長野さんと松田さんは強くなって、あ、こういう全部、はい、選手も全然違うんですね。本当にプレミア感が満載で楽しい、見るだけで楽しいです、うん、うん、すごっ、めちゃめちゃやばいです。こんなの見れるだけで楽しかった。ここはもうオープンしてるボールパーク東京になります。ここもなんか近未来な感じでネオンもあって、はい、めちゃめちゃかっこいいですね。ここのタオルの数がやばいですね、めちゃめちゃ多いめちゃめちゃ後ろっぽい。そうです、こっちはコーチ陣あ、でも自分の鹿でした、ね、鹿選手あ、持ってない。じゃあいいんですね、鹿選手の、ね、今日は結構吉川直樹コーデになりそうです。そうですね、もう鹿選手だね、もう死んでますね。笑われてんな。これがだいぶ本当に上級者コーデです。これで見に来る人は本当にだいぶ上級者です。ジャイアンツ上級者。コンコースの中に、はい、来ましたけど。はい、ジャイアンツフォトストアっていうのができたんですよね。試合の写真販売、これはですね、当日の試合の写真を、リアルタイムで商品にして、なので毎日商品が試合があるので毎日買われる、なので試合の中継状況で写真が増えてる。で3回区切りで3回の白シャンと白シャンと、あ、でも9回試合終了後は一番増えてるので、そうですね、そう、いや、なんだろう、躍動感があるというか、でもピッチャーの選手が投げてる自信が自分好きなんだ、おーとかは自分好きかな、あ、めちゃめちゃかっこいいっす
ございます。ありがとうございます。すごい、なんかすごい、すごい近未来のガチャガチャだ。え、なんだろう、あ、かわいい、なにこれ、パッて見た時になんかすごい光ってるぞ。なんかやっぱ想像してるガチャガチャはああいう一般的なガチャガチャだったんですけど、すごい、ね、え、これはなんかあれですか、集めたら組み立てられますよ。はい、なのでいろんな選手が組み合わせる、なんか6面違う選手でみたいなこともできる。そうですね、ちょっとこれそれシーズン中もやって集めたいですね。狙いたい選手いますか。ずっと巨人にいたそのモノトキャチョン選手狙って回していきます。はい、すごい、松田選手。松田選手出ましたね。松田選手の同じく新加入ということで、はい、新加入ということで、ね、6個集めたら1つブロック作れるっていうね、新しい楽しみが1つ増えて4回ですよね。ここは4回です。絶対楽しいですよ。じゃあ通ってくださいね。はい、通います。はい、じゃあ大西さん、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。完璧なコーデが出来上がってますけど、はい、すね、こだわりポイントとか。左ポイントはこの吉川選手の帽子とタオルとトートバッグ、やっぱりこのさっきガチャガチャでやった松田選手のキーホルダーですね。この揃えてる感じがポイントですね。新しくなったショップ回っていただきましたけど、やっぱりコンセプトも雰囲気もその去年とはまた違ったものになってるんで、すごいなんていうんだろう、新しい楽しみ方とかが増えて楽しかったです。その1年を通してジャイアンツ観戦だけでなく、そのショップ巡りだったりも楽しめると思うので、皆さん東京ドームに来た時はぜひ巡ってみてください。ありがとうございました。すごっ。これもうでっかい。